ケアラケクア湾を南側から見るケアラケクア湾はアメリカ合衆国ハワイ州のハワイ島サウスコナ地区にある湾でここにキャプテンクックが寄港し殺されたところとして知られている1973年にケアラケクア湾歴史地区に指定されている海中生物が保護されていて火薬、スクーバダイビング、シュノーケリングによる自然観察が行われている ケアラケクア湾には古くから人が住んだ気配があり、陸地から崖が海に迫っており、季節風を避ける格好の場所になっている。湾の南には引き合うヘイヤウがあり、これはルワキニでハワイ島の王族の葬式と関係していて、ヘイヤウの石垣は以前高さ4.9メートル、長さ76メートル、幅30メートルもあった。近くの崖はカオアヌイの崖と呼ばれて、 ケオア王族が埋葬されるのに使われてきた。湾の北側にもカーワロア村があり、そこにもプヒナオロのヘアウや王族用のいくつかの建物があった。村の名前は遠いカバの村の意味であった。ケアラケクアの名称はケアラケクアから来ており、それは神の通り道の意味で、この地域は法上の神、新年の神、ロノの祭りが、マカヒキに、 大々的に行われている場所であった。ジェームズ・クック船長の指揮するレゾリューション号とディスカバリー号は1779年1月17日にケアラ・ケクアワンに来航する。1月28日には公開中亡くなった船員のキリスト教葬式を行った記録がある。初回の寄構はマカヒキの時期にあたり、現地人から工夫を受けて数週間後に離れる。しかし、 しばらくして、嵐に遭い、船が壊れて、2月14日に再びケアラケクは湾へ寄港する。今回の寄港はスムーズにいかなかった。現地人が小舟を盗んだという疑いで、カラニョプ王を人質にした後、戦いが始まり、クック船長は初めて上陸した、地点近くで殺された。キャプテンクック記念碑カラニョプヨは1874年に亡くなり、 彼の息子キワラオンが継ぐが、カメハメハも生まれており、ハワイは統一へ向かっていく。1874年、ケアラケクアワンの北側に巨大なキャプテンクック記念碑が建てられた。ケアラケクアワンの南側へは、キャプテンクックのハワイ修道11号線から修道160号線を下るとある。北側は、やはりナポーポーロードに入ってすぐ右のトレールを徒歩で1時間。 下ると達するが、過酷な道なので湾の南側からカヤックで行く人もいる。ありがとうございます。